怖い怖い怖い。おはよう。おはようちゃん。甘えてる。ジャン君。ジャン君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 ジャン君ジャン君。おねえちゃん君。これかも。おお。ただねえちゃん。いい子だね、ジャン君。ジャン君はいい子。あ、ポイちゃんが。ポイちゃんの音がする。来た。はい、ポイちゃんも来たよ。おはよう。あらあらあら、びっくりしたの。引っかかっちゃったね。かわいい子だね、ポンちゃん。かわいい子、いい子。いい子だよ、ポンちゃん。うん。はい。ポンちゃんくんとこ行きたいな。うん。あ、決めてる、決めてる。ポンちゃんも逆さ爪とぎ。ワンちゃん、今日は少しだけ早起きをして、これから防災訓練に行ってきます。午前中は防災訓練です。では行く前にちょっと朝ごはんを食べていきましょう。ポンちゃん、ポンちゃん、はいはい。はい。ポンちゃんくん、じゃあちょっと防災訓練っていうのに行ってくるね。午前中誰もいないけど、ほらなんか鳴った。なんか鳴ったよ。はあ。怖い。怖い怖い。本当じゃないよね。それにしても音悪いね。そう、行ってこよう。暑い。風はまあまあ涼しいかな。避難をした人に避難者カードを書かせるということになっているようです。これはマイナンバーカードでいけそうです。体育館に集まっていますが、まあまあグダグダです。
中にあの。はい、じゃあ私たちが初めて入ったらこの状態なんですか？違う違う違いますよね。自分で黒いのを持ってきて、前の方が黒い袋とパイオニアの電話を。はい、大使館の中の空気を外に出すような形で、なのであのドアとか窓の付近に置いて中の空気を外に出すような役目として使っていただけると効果が高いというふうに言われます。でこれも実際、あとここを引くだけです。でも出てこなかったら何かが変わったのかな。さっきの電気みんな全然ない実際には難しいらしいです。そこで確実に縦に消火剤をかける方法として手前からこのように大きな吐くように引っ張っていくと縦に開けやすくなる。で頭が必ず毛布の上に乗る。暑いさなかの防災訓練だったので、また涼しいところに入りました。ここにも防災バッグ。